どうも、ハイチーです今回はカット編集なしのちょっとダラダラ喋る回となりますがよかったら最後までお付き合いくださいで今日はですねまず9月の最終週なんです今日がねまだ、あ、って言うてもまだちょっとあるんだよね25なんでまだあるんですけど、まあ、最終週なので9月お疲れ様っていうのを伝えたいみんなかっこいいぜよく頑張ったんだよって私頑張ってないとかね俺頑張れてないと思う方いるかもしれないけどそんなことない ここまでやってきてきしかもこの動画多分見てクリックしてる時点で何かしら頑張ってるとこがある方だから、まあ、それも伝えたいんだけどだそれプラスタイトルかサムネイルに入ってるかもしれないんですが、えー「生きてるだけで100点満点」という言葉皆さん聞いたことあるかと思うんですよね。ちょっとこの言葉について少し思うことを話すみたいな回になりますので、まあ、よかったらお時間許す時にでもね見てみてください。じゃあまずはあっちからいこうか。 あのお疲れっていう方からね、えっとまあ、さっきも伝えましたけどあ伝えたし今までこう毎週月曜の動画見てくれてる方は同じこと言ってるなって感じると思うんですけど同じこことと言わせててくだだださいそんだけ大事だってことなのよあの自分を振り返った時にやっぱりさダメだしというか「頑張れてねえな」とか「もっとできたでしょ」とか「周りと比べたら」なんていうことは言い出したらきりがないです。 だってもちろん生きてたら100点満点ってなかなか上げられないから改善点は出てくるよ俺だってそうさそうでもそれがあるそれはあっていい次に生かせるからでもそれだけじゃない絶対にこの9月1年で一番メンタルが不安定になりやすいと私が勝手に思ってるんだけどそのなりやすいこの1ヶ月間をちゃんと乗り切ったことにそれだけでもめっちゃ頑張ってることがある。 いいかい褒めのハードル下げるんだよ褒めのハードルを下げて頑張れたことここは褒めてやってもいいかなっていうことをしっかり見つけて改善点と褒めどころ両方両方ちゃんとセットで自分に見てやってくださいでそれを見た状態で10月を頑張っていこう、ね、あの頑張れてないなんてことはないからねひとまずお疲れ様でした。<laughs> 俺もね <laughs> 俺もとか言っちゃったけど。でまあそれを伝えたかったっていうところとあともう一個そのね「生きてるだけで100点満点」っていう話なんですが皆さんこの言葉についてどう思いますかっていうのが、まあ、よかったらコメント欄に書いてほしいんですけど生きてるだけでで点点満点っていう言葉です私も結構多分動画でも言ったことあるんじゃないかな使ったこと生放送かな使ったことある気がするんですけど割と好きな言葉とかそう思ってますそう思ってるんです。けど 今これをね、まあ、学生さんが多いと思うのでこの言葉を聞いた時にいや言いたいことは分かりますよとでも自分には当てはまりませんって思う方いません私学生の時絶対そう思うと思うんです自分がで今でもちょっと思っちゃう時があるんですよね特に自分に対してポジティブな言葉をかけにくい時です生きてるだけで素晴らしい分かります分かります分かりますとでもそれだけじゃ生きてらんないんですよ誰にも評価されないんですよ って思いごめんあちょっとそんな思わないからごめんね俺はそう思っちゃうんだけど結構ねうんなんか生きてるだけでさ褒めてもらえることって難しくないなかなか特に今の世の中だとうんだから実際生きてるだけで100点満点っていうのはそれだけじゃ生きていけねえよなっていうのが正直に思うとこなのよ思うとこでもなんで今回この話をしてるかっていうと そのでもねでも言うてその生きてるだけで100点だよなってまあ100点って言い方がよくないかもね生きてるだけで素晴らしいんだぜってすげえことなんだぜって生きてるだけで頑張ってるってことなんだぜっていう気持ちはめっちゃ大事だと思ってる大事ここに対して卑屈にならない方がいいと俺は思ってるで俺はねよくバランスっていう言葉を使うのすごく大事にしてるバランスつまり考え方をバランスを取るの こうじゃないか。白黒。付け方もうなんかさ、今白黒の時代じゃん。もう白か黒かみたいな。いやいや、間でええやんみたいな。生きてるだけで100点満点か正しいか正しくないかで、そう違うんだよ。この考えもうまく使っていこうぜって。選択肢の一つとして持っておこうぜって。これも必要だけど、でも自分に対して努力は必要だし、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないよねって。しんどいことを耐えることも必要だよねっていう。若干相反するようなことだよね。 でもこれを両方持っっっててていくくことが大事でしょってバランスよくってみんなも朝起きた時に今日は調子が良さそう今日はなんかしんどいっていろいろあるじゃんそれに理由はきっとあるよあるもしかしたら前日ねに学校で嫌なことがあったとかそうすると次の日起きた時さうわ嫌だなってなりやすいじゃん前日いいことがあったやべ今日頑張ろうぞってなりやすいじゃん理由はあるかもしれないでも理由ないこともたくさんあるじゃんもうなんか今日無理みたいな時とか。 もう自分に対してもうダメだし嫌な言葉しか出てこないなんで生きてんだろうってう存在価値ねえよ俺なんてってあるよ俺だって今でもあるでもそういった時にいろんな選択肢いろんな考えの選択肢を持っておけば今日はちょっとこっちを多めで思ってる方がいいなとかができるしつこいんだけどこのもねよく言ってたからしつこいんだけど自分の機嫌を取るのは自分しかいないんだよ いや、他の人に取ってもらうこともできるよ、ね。他の人の言葉に救われることもたくさんある。もしかしたら、この動画がみんなのちょっと、ちょっと救いになることもあるかもしんない。でも最終的にみんなが本気のスイッチというか、よしっていいとこにばら心のね、調子がいいとこに来たってできるのはみんな自身。機嫌を取れるのはみんな自身なのよ。そうだから、いろんな考えの選択肢を持っててほしい。そう。なんで今回、だから今回ね。 その生きてるだけで100点満点が正しいか正しくないかって言い方はよくないけどっていう話をちょっと振ったかっていうとこれが正しい正しくないっていう話がしたかったんじゃなくていろんな考えは選択肢の一つでしかないんだよっていうでその選択肢をうまく扱うことによって自分の機嫌が取りやすくなるよってメンタルがねあ今こういうふうに思っておけばメンタルがちょっと安定しやすいというかこう思ってが頑張れるみたいなことが 自分の説明書取扱説明書がより分かりやすくなっていく、うん、そういうふうに考えてほしいなって思ったなんかそれが伝えたかったんよ特に9月こう頑張ってきたみんなおそらくねごめん決めつけちゃいけないけどおそらく自分のねこの9月ここまで、まあ、25日投稿だから24日間を振り返った時に高得点を上げられる方ってあんま多くないと思うよ難しい9月はほんとそのだけ難しいでもそうやって自分に対してダメ出しが多くなりやすい 時だからこそそういうバランスをとる。いろんな考えを持ってバランスをとって自分の機嫌をとっていくっていう考えをどうしても伝えたかったんで、今回ね、話をさせてもらいました。 毎回暑苦しくてごめんね <laughs>、はい。ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。最初に話しましたけど次回はね10月2日になって10月入るんでおそらく10月のポイントを話していきますのでよかったらそちらも是非見てみてください。では改めてになりますがちょっと一回いいですか皆さん手出してくださいグーですよ。あのパンチみたいな感じあの,パあのハイチの顔パンチみたいな感じでいいんで9月お疲れ様でした。みみんんななが思っててるるよりみんなは頑張れてるから いい自分を責めちゃうこともあると思うんだけど褒めどころと改善点しっかり両方見て10月に臨んでもらえたらと思いますではまた来週の動画でお会いしましょうそれじゃあまたねバ,バイバイ